幼い頃近くにあるピアノ教室に通い始めた。小さな手で白と黒の鍵盤を行ったり来たり、いつの日にかコンクールで優勝したい世界的なピアニストになるのが夢だった。今あなたに私のピアノを聴いてもらってる。それだけで華やかなステージよりも幸せと思った。ありがとう。嬉しい時、悲しい時、家に帰ってピアノに向かう。譜面通り指を運び、おしゃべりみたいに弾いたよ。本題へと目指しながら、そして気づいた。そう、私が夢見るものは違うとわかった。今あなたに私はピアノで話しかけている。この愛を何千の観客よりも目の前の一人にありがとう。大切な人のために心込めてこの曲弾かせてください。今あなたに私のピアノを聴いてもらってる。それだけで華やかなステージよりも幸せって思った。ありがとう。幼い頃近くにあるピアノ教室に通い始めた。